沖縄防衛局の調査によりますと、去年1年間、嘉手納基地におけるアメリカ軍などの軍用機の離着陸の回数は、前の年より1万268回多い5万1127回で、過去5年で最も多くなりました。F-15 戦闘機の退役に伴う外来機の飛来や訓練の増加が要因だと見られています。こうした中、嘉手納基地の周辺自治体では騒音の苦情件数も増加しています。沖縄市、嘉手納町、北谷町で作る3連協によりますと、去年1年間の航空機の騒音による苦情件数は沖縄市で439件、北谷町で204件、嘉手納町で552件となっていて、いずれも前の年を上回る数となっています。